皆さんこんにちは、のりこです。今日は最近描いたアトールペイントの作品をご紹介します。こちらは以前描いたプレートに違うデザインのものを描いてみました。雑誌から描きたいペイントを選んで絵の具を用意します。そこにベースを塗ってマスキングテープでフレームを作って、そこから描き始めます。クリスマスのプレートはレベッカ・ベアーさんというアメリカのデザイナーの方のデザインです。こちらのブルーの方は越川恵理子先生デザインのものになります。これは以前描きかけのままにしておいた氷炭にペイントをしました。こちらは丸山直子先生デザインの氷炭です。これは川島英子先生のカレンダーをアレンジして描き始めました。こちらは川島英子先生のセミナー作品です。こちらはアイリン・リントンさんのアメリカ人デザイナーの作品です。こちらはベティ・ゲスネスさん、そしてデビー・ミッチェルさんのデザイン作品を描いたものです。最近のお気に入りのペイントスタイルは越川恵理子先生のスイートマーレライというこの形のものがお気に入りです。可愛らしいお花がたくさんいろいろな作品に生かされています。ただいま夏休みでトールペイントのレッスンがお休みなので、作品をいろいろ集めて整理整頓しています。越川先生のところでお気に入りのペイントを描くのが最近の癒しになっています。一日体験でできるものも多数アップしています。トールペイント教室はお休みしていますが、練り切りレッスンは行いました。こちらはハサミを使ったハサミキックで生徒さんの作品です。カラフルにお好きな色で作っていただけたので良かったんじゃないかと思ってます。外部講習で人気なのはデコパージュになります。こちらは高齢者施設にトートバッグを作りに行ったり、こちらはちびっ子たちに石鹸を講習したりしました。ペーパーナプキンでできるのでお手軽に楽しめるクラフトです。夏の間に作品を整理整頓して、また秋から頑張って講習していきます。本日もご視聴ありがとうございました。